スロイスの海戦は1340年6月24日に行われた百年戦争における主要な海戦の一つ。ゼーラントのスロイスの港においてイングランド海軍がフランス海軍を壊滅させて以降ドーバー海峡の政海権を握った。百年戦争における三つの重要な海戦の一つと言われる。他の二つはレゼスパニョール・シュールメールの海戦。 1372年のラロシェルの海戦である。1337年にフランスに宣戦線して以降、イングランド王エドワード三世は新生ローマ皇帝、ルートビヒ四世と結び、ー都であるエノー・ハク島の定地、ネルデルラント諸公の軍を雇ってきた、フランスに侵入したが、フランス王フィリップ六世は戦いを避け、定地諸公も戦意が低かったため特に成果を、 上げることができないままだった1340年には、資金も枯渇したため、戦略を変え、アルテベルデの指導のもとで、フランドル博を追放して、自治政府を作っていたフランドル都市連合と同盟を結び、王妃のフィリッパをブルッヘに残して、新たな兵と資金を集めに、一旦イングランドに戻った。これは、エドワードが、現在のベルギーにあるブルッヘに、兵を駐屯させたも同然だった。 五行一方、フランスは、ノルマンディとジェノバ傭兵からなる大海軍を集結させ、イングランド海岸や船舶をしばしば襲い、イングランド侵攻を狙っているとも噂されていた。エドワード3世は大臣を変え、議会を開いて、資金を得、特別後行等から、可能な限りの船と兵を集めて、フランドルに向かった。この五行は、イングランド南東部の海港都市、ヘースティングス、ニューロムニー、 ハイス、ドーバー、サンドウィッチの各都市のことで、後にウィンチェルシー、ライも加えられた。解剖に当たる任務を追う見返りとして、複数の特権が与えられていた。フランス海軍はゼーラントのエクリューズに集結しており、エドワード三世が黒大使エドワードに宛てた手紙によると、その数は190隻であった。船将は、フランス海軍の提督であるユーグ・キエルと、 陸軍司令官、ニコラ・ベユーシェだった。ベイーシェは、本職は財務専門の放送家で、ファビエは彼を何でもこなせる天才と評している。キエレは、本来は、ボーケールの役人であるセネシャルを務めていた。この官職は、名門貴族のみによる世襲のもので、国王の家内行事を取り仕切る、華麗的存在であったが、この後はイングランドでも用いられた。 イングランド艦隊は200隻と言われるが、これには、兵以外にも、この戦闘に参加したダービー、ペンブローグ、ヘリフォード、ハンティングドン、ノーサンプトン、グロスターの各伯爵をはじめ、著名な貴族の夫人たち、また、強振の夫人たちが、ガンにいる王妃フィリッパに越見すべく、艦隊の船に乗って向かっており、他にも王妃の次女など、非戦闘員が多く乗っており、少なからぬ、 輸送船が含まれていた生徒も考えられている。イングランドの歴史書の多くは、イングランド艦隊は、戦力では劣勢だったとしている。フロワサールは、フランス軍の、そのマストが、森のように感じられるほどの船の量の大艦隊に、エドワードが攻撃をためらったと述べており、ジェフリー・ベイカーも、この艦隊は、戦闘の準備は、万端で、まるで要塞のような外艦で整列していたと述べている。 海戦でのイングランド監視下し、イングランド軍は、フランスより小規模ではあったものの、戦力においては引けを取らなかった。3000人から4000人の超級兵とおよそ1500人のマンアットアームズ、武装した水兵、地位の低い部隊の寄せ集めにより構成されていた。フランスの方は、150人のマンアットアームズに2万人、近い武装水兵、そして、 500人ほどのクロス防兵が参戦していた。イングランド艦隊が近づいてきたという報告を受け、海戦の専門家であり、精鋭のガレー戦部隊を有するバルバベイラは、迎撃して、海上での戦闘を提案したが、ベユーシェはこれを却下して、港に怒りを下ろしたまま、船を鎖で繋ぎ合わせて、巨大な要塞にして迎え撃つことにした。両軍ともガレー戦を、あまり所有しておらず、 その代わりに、選手楼と戦尾楼、戦闘用の甲板、マストヘッドに小さな射撃用の装備をつけた商用の小具船を用いていた。当時のガレー船の戦術において、雑多な船の寄せ集めで、統一的な行動が取れないこと、兵力では優勢であることを考えれば、これは当然の策と言える。しかしこれに不満なバルバベーラは、 配下の20隻ばかりのガレー軍船を引き連れて、イングランド艦隊の一部と交戦し、エドワード3世を負傷させ、イングランド船1から2隻を打破して戦場からの離脱に成功した。エドワードはすぐに怪我から立ち直り、24日の朝、港に駐留するフランス艦隊と対戦した。通院側川口に入ってきたイングランド軍を待ち受けていた者は、 船をつないで防衛線を張るフランス艦隊だった。エドワードは退却すると予想いつつ反撃に転じたが、結果としては駆け引きなしの交戦であり、正面の両翼に長級兵の船を配置していた。長級兵三列に分けて配備されたイングランド艦隊は、風上から太陽を背にした優位な位置を占めていた。イングランド艦隊は、 戦闘列の船には長級兵が多く乗っていた。フランスの艦隊に近づくと彼らは一斉に矢を放った。フランスもクロスボウで反撃を試みたものの及ばなかった。エドワードは一隊を正面から他の一隊を側面から攻撃させた。当時の海戦は敵戦に乗り込んでの奪い合いが主体でそのまま白兵戦となったがイングランド軍優位のまま戦況は 夕方までもつれ込み、フランドル艦隊約50隻が参戦したことで、イングランドの勝利は確定した。白兵戦になったことで、万全の装備を身につけたイングランド兵たちは、長級兵の援護を受けながら、次々と相手を仕留めていった。当初の犠牲者数が少なかったことも、イングランドに有利に働いた。長級による効果は大きかった。マーティン・ジェイド・アティは、おそらくは、 1815年のワーテルローの戦いでも、火器に代わって、超急兵が通用したのではないかとも言っている。大砲や銃、さらには銃剣などの火器が、構成主流となったのは、扱いが簡単であるため、早く兵士を訓練できるのが、主な理由であり、火器の効率が、必ずしもいいからではなかった。フィリップ6世とエドワード3世、フロアッサール、年代記より、 フランス艦隊はほぼ全てが破壊されるか補修された。歴史者も含め人的被害も多く、二人のフランス軍指揮官は戦死した。捕らえられて処刑されたとも言われる。イングランド側の損害は少なかったとも、また、かなりの被害を受けたとの見方もある。モラデュジュールガンは、ベイユシュが捕虜になった時、犯罪者のようにほげたで吊るし首にされる直前、エドワードの上官トーマス号を上で、 エドワードに強行を働いたとされる。とまれ、これ以降、イングランドは、ドーバーの正解権を握り、イングランドからの兵、物資、資金の輸送が要因になったため、本格的な侵攻が可能となった。また、フランスに対する初めての大きな勝利であり、それまでは、フランス王も、諸国の君主、諸公たちも、エドワード三世のフランス王位の主張を軽く見ていたが、この勝利により、 その主張に現実味が出てきた。フランス側では敗戦の原因はバルバベーラがいち早く戦場から離脱したこととされ、またノルマンディの援軍についてもフロワサールなどによればこういう見方もあったようである。フランス人はこれらのノルマンディ人を対して尊重していない。何人かはこれらの海賊が死んでも我々は何も失うところがないと言っている。 奴らはコソ泥でしかない。フランスの王は彼らの死によって二十万フロランを設けた。彼らの四ヶ月分の給料を払わなくて済んだこと、海が彼らの海賊行為から解放されたことがその理由である。勢いづいたイングランド軍の攻勢はその後パッとせず、同年中に両国は休戦条約を結んだが、これは新たな戦いの準備のためであり、三百四十一年の ブルターニュ継承戦争、デイエビット2世のスコットランドへの帰国などにより、本格的な長期戦争に入ることになった。フィリップ6世は、新しい帝督に、彼の遠いとコリーデスパーニュを任命し新たな、海戦に備えた。また、勝利したものの、海軍力の脆弱さを改めて考えさせられることになったイングランドは、艦隊を整備し、 これがブルターニュにブレストなどの拠点を築くきっかけになった。ありがとうございます。